エニスの短縮系はアイルランドのクレア県の町、カウンティタウンである。エニスはアイルランド中西部に位置する。リムリックの北西、ゴールウェイの南、シャノン川川口へ注ぐファーガス川流域にあたる。エニスのゲール5名イニスは島を意味する単語だが、この名前はフランシスコ海修道院が建てられたファーガス川の中洲に由来する。エニスは 歴史的にアイルランド女王オブライアン・ボルの子孫であるオブライアン家と関係が深い。12世紀にトモンド王であったオブライアン家がリムリックの権力の座を降りて当時島だったエニス近郊のクロンロードに王宮を建てた。1240年頃トモンド王ド那覇オブライアンは当時組織化されたばかりだったアッシジのフランチェスコの信者に彼が後に寄付する土地への 大きな教会の建設を命令した。続く数世紀は躍進の時期であった。修道士の住居が拡張され、進学を学ぶための大学に多くの学生が通った。自由に移動することのできた修道士は土地の人々の精神的なニーズを満たした。この場所はヘンリーパス制により修道院解散が行われるまで宗教上の中心であった。クレア県は エリザベス一世直轄のカウンティとなり、エニスはカウンティの中央に位置することとトモンド伯爵の影響からそのカウンティタウンに選ばれた。エニスは1610年代に自治憲章及びそれを構成する市長、自由市民、民衆、役所の職員を得た。エニスには一度も城壁がなかったことから、刑法によってカトリック教徒が 町の城壁の内側への居住を禁じられた時に、リムリックから多くのカトリックの商人がやってくることになった。そして、過去の繁栄は、この流入に多くが起因している。18世紀後半には、市場町として繁栄し、この拡大は1850年前後のジャガイモ基金の期間を除く19世紀を通じて衰えることなく、続いた。植民地時代には、 製粉所や裁判所といった今に残る歴史的な建造物の多くが作られた。エニスの街は多くの古い兵舎があり、最も有名なものはキルラッシュロードにあるオールドミリタリー・バリックスである。第一次世界大戦には多くのパブがイギリス海軍に利用された。クレアロードとクロンロードの周辺は20世紀前半に兵士向けに建てられたテラスハウスがある。 ステーションロードはジェールロードとも呼ばれ、一時期刑務所があった。17世紀頃からエニスは市議会によって統治されていた。しかしこの市議会は地方自治再建法2014はクレア県議会の権限下にあるエニス自治区の設立に伴って効果的に廃止された。政治的にはエニスはフィアナ・フォイル共和党の本拠地とされている。 過去の市議会の多くはこの党の党員から構成されている。しかし2009年の地方選挙でこの党はエニス市議会における議席数を9から1に減らした。エニス裁判所の外には党の設立者でありアイルランド共和国大統領を2期務めた政治家、エーモンではあレらの記念碑が立っている。ファーガス側はエニスの真ん中を流れており、真っ先領で知られている。 一時は小型ホブネがシャノン側から遡上してきてタウンセンターのウッドキーで停泊していた。パーネルストリートとミルロードに沿ったこの地域は決まって洪水のたびに被害を受けていたが洪水防御システムの完成によって終止符が撃たれた。2009年6月ハーモニーローブリッジと名付けられた新しい歩道橋がファーガス側にかけられた。 1841年段階で9318人まで上昇を続けていた人口は、ジャガイモ基金の後、19世紀後半に減少の一途をたどり、1901年に5093人まで落ち込んだ。その後再び上昇に転じ、1970年頃に1万人を、2000年頃に2万人を超えている。エニスは、 自治憲章を得る数年前の1610年に品評会と市場を開く権利を得て、依頼数世紀にわたってゆっくりながらも安定したやり方で拡大し続けた。はじめは市場長としての役割を担ったが、後には製造と流通の中心となった。たくさんの商品が川を伝ってクレアキャッスルへ運ばれ、海外へ出荷された。エニスは歴史的に重要なマーケットタウンであり、 今日においてもマーケットスクエアは一年を通して毎週土曜日には露店が並ぶ。近年の町の小売り部門の増加に伴い市場はその伝統的な取りこき内容を農産物から主に織物と家庭用金属製品へ移した。ここ数年で市場の扱う農産物に新鮮な有機農産物が加わった。エニスを貫くファーガス側、タウンセンターは 中世からの狭い通りと工事から構成されており、それらはこの千年の間に作られたシンプルで優雅な構造物で覆われている。主要な大通りであるパーネルストリートは歩行者専用であり、他のオコンネルストリート、ビンゴンストリートとアビーストリートは一方通行となっている。聖、ペトロ及び聖パウロ大聖堂は古いタウンセンターの端に位置している。エニスは クレア県の中心的な存在として機能している。エニス地域病院、クレア地区警察本部、クレア消防団やクレア市民警防団といった緊急時のサービスが設置されている。また、エニスは、エニスクレアのサマリア人会、クレアケア、セバンサンドポール会、クレア地域本部といった多くの福祉組織が活動している。また、 クレア県議会が設置されており、社会保護省も拠点を置いている。エニスにはバスと鉄道の両方が通っており、アイルランド内の主要地に路線が通っている。また、エニスから 19km、車で15分の距離にあるシャノン空港からはヨーロッパ・アメリカへの便が出ている。エニスから出るバスは、シャノン空港、ゴールウェイ、リムリック、コーク、ダブリンなどを往復しており、 ほとんど毎時運行されている。主なバスの発着所は、鉄道駅に隣接している。鉄道駅は、タウンセンターから1キロメートルの距離であり、街の東、クロンロードの脇に位置する。1976年に、エニスを経由するリムリック、クレアモリス間の鉄道の旅客取扱いが廃止され、クレア県は、アルスター地方を除くアイルランドの地域で唯一、 旅客鉄道のない県になった。しかし、エニス駅の閉鎖は一時的なものであり、今は、リムリックとの間で1日12本が運行されている。リムリック駅からは、リムリックジャンクション経由で、ダブリン・ヒューストン駅、コークとマローへの路線が出ている。西部鉄道回廊、西部鉄道回廊のうち、エニスの北側が、1日後往復運行で2010年3月30日に、 運行再開された。次のフェーズである、チュアム経由クレアモリス間は、当初2014年の再開が予定されていたが、事業仕分けを受けている。西クレア鉄道エニスはかつて、エニスティモン、ミルタウンマーベイやその先の西、クレアの海岸線の町や村を結んでいた、狂気線鉄道である西クレア鉄道の始発点だった。駅舎は、現在も運行されている。 イルンロード・エールンと同じエニス駅を共用していた。この路線はアイルランド交通グループの最後の狂気線鉄道であり、1950年初めから半ばにかけて新しいディーゼル車が投入されたにもかかわらず、1961年に廃止された。エニスの初等学校は、エニス国民学校、クラウリー国民学校、マイケル・キューザック・ゲール学校、聖家族スクール、 エニス・クリスチャン・ブラザースクール、1998年に開校した多宗教のエニス総合教育国民学校がある。中等教育学校は、ライス・カレッジ、エニス・コミュニティ・カレッジ、ポールスト・ムイレ、セーフ・ラナン・カレッジ、クレアゲール・カレッジがある。中西部ビジネス・マネジメント・トレーニングは、クッキーから回祖の認証を受けた継続教育機関であり、 全国資格フレームワークのレベル6への教育を行っている。エニスビジネスカレッジはエニスの高等教育機関の一つである。謙遜する中ではアイルランドで最も古い校舎の一つであるセイフラナンカレッジ。エニスは伝統音楽の本拠地である。多くのミュージシャンが住んでおり、日常的に地元で演奏を行っている。1974年以降毎年5月に、 フラー教里に次ぐ、全国規模のアイルランド伝統音楽のフェスティバルである、フラーヌアが開催されている。また、例年11月には同じく伝統音楽のフェスティバルであるエニストラットフェスティバルが開催される。毎年3月第1週の週末には、エニスブッククラブフェスティバルが、クレア県図書館と連携して開かれており、アイルランド各地の読者と作家を引きつけている。タウンセンターにある、 グローア劇場ではコンサートやイベントが開催されている。キューザックパークはクレア県におけるゲイリック体育協会のメインスタジアムであり、タウンセンターのフランシスストリートに位置している。エニスは非常に多くのフットボールクラブがあり、子供から大人までが様々なリーグで楽しんでいる。エニスはリーズロードパーク、子供の遊戯場を備えたフェアグリーン。 多数のフットボール競技場を含む多くのスポーツ施設がある。エニスレジャーセンターは25メートルプール、サウナなど充実した設備のジムを持っている。エニス周辺にはスポーツジムや15から20メートルのプールなど自前のレジャー設備を備えたホテルがいくつもある。リーズロードパークはタウンセンターからちょうど1キロメートルのところにあり。 134エーカーの広さで森林と競技場から構成されている。広い駐車場があり、中心の建物には現代の更衣室、シャワー、トイレを完備している。利用できる主な設備は4つの従来型の競技場、1つの全天候型投降照明付き競技場、投稿照明付き400メートル、総合陸上競技用トラックとクロスカントリー用のトラックがある。 その他、子供の遊び場とスケートボード場がある。また、森林部分には遊歩道と登山道がある。1997年9月、エニスはアイルランドで最初かつ唯一のインフォメーションエイジタウンになり、プロジェクトの1500万アイルランドポンドもの投資によって IT 化が進められた。4200台のコンピュータが住民に提供され、すべての学校に コンピュータ教室が作られ、すべての初等学校の教室にコンピュータが配備された。この結果、年配の住民がコンピュータの使い方を習得する機会を得ることができた。このプロジェクトはエニスにアイルランドで初めての高速 ISDN 回線基盤を与え、町のすべてのビジネスが相互接続された。エニスはビザキャッシュカードの試験導入地域にもなり、地域の店で チップピンカードと小銭で商品を購入できるようになった。プロジェクトへの資金提供は2000年に終了した。2012年と2013年、エニスはその年の綺麗な街のラージ、アーバンセンター部門に認定された。行政区はアイルランドで古くから使われる土地の単位であり、タウンランドは行政区よりもさらに細かいアイルランドの行政区画の最小単位である。 エニスの町は、ドゥーラ、ドラムクリフ、EN、キルロティスト、テンプルマレーといった複数の行政区にまたがって一致している。各行政区におけるタウンランドは以下の通り、ありがとうございます。